ガン・ユータの英語力、まさかのレベル。ネイティブも認める驚きの実力とは、岸・ユータの優しさが溢れ出す瞬間。パフォーマンス中に見せる笑顔と視線にファン号泣。岸・ユータさんは、常に話題の中心に立ち続ける存在であり、その魅力は一言では語り尽くせないものです。彼が元キング・プリンスのメンバーとして活躍し、そして現在も多方面でその才能を発揮し続けていることは、 ファンのみなららず広く一般にも知られています岸君の人柄やパフォーマンスは、彼を一度でも目にした人々に強く印象づけられ、特に彼の英語力、ダンスのセンス、そしてその優しさが多くの人を引きつけてやみません。しかし、その背景にある彼の成長や挑戦の過程を掘り下げると、さらに深い魅力が浮かび上がってきます。岸優太さんの英語力が注目され始めたのは、 音楽活動やバラエティ番組で彼が自信を持って英語を使いこなす姿を見せた時からでした。彼は英語圏で長期的に暮らした経験がないにもかかわらず、その発音は滑らかで、ネイティブスピーカーとのコミュニケーションにも難なく対応しています。これは単に語学の才能に恵まれているというだけでなく、彼の努力と学び続ける姿勢の結果でもあります。岸君は常に自分を向上させようとする姿勢を持っており、 それがファンに対してても強く伝わっているのです例えば、ライブでの MC や歌番組で英語を使う場面では、その言語能力が一層際立ち、グループ全体を支えている瞬間もたみ受けられます。また、彼のダンスについても触れないわけにはいきません。最近では、宮城で行われたライブでのソロパフォーマンスが大きな話題となりました。このパフォーマンスでは、彼が自らサンプリングマシンを操作し、 そのの場でででリズムやベーースラインを作り出ししさらにギター演奏まで披露したのですこれは単なるダンスパフォーマンスではなく彼が多才であること音楽に対して深い理解を持ち独自の創造力を発揮していることを象徴しています以前の事務所では彼の持つユーモアや「いじられキャラ」としての側面が強調されすぎていたこともありましたが戸部に移籍してからは彼の真の才能がより自由に表現されるようになりました。 その結果、彼のパフォーマンスはさらに進化し、彼自身も成長を続けています。ファンとの距離感も、岸くんの大きな魅力の一つです。LINE や SNS を通じて彼が見せる、元節と呼ばれるユーモア溢れるメッセージは、彼の人柄が滲み出る瞬間です。ファンに対して常に優しく、気さくな言葉をかけ、リラックスしたオフの一面も見せてくれる彼は、 パフォーマンス中の真剣でプロフェッショナルな姿とのギャップが一層ファンの心をつかんでいます。特に、ライブ後や仕事の合間に送られる彼のメッセージには、ファン一人一人を大切に思う気持ちが込められており、それがファンの間で、癒しとして広く受け入れられています。このような姿勢は、岸くんがただのパフォーマーではなく、一人の人間としてファンに寄り添っていることを強く感じさせるものです。さらに、岸くんの持つ、 優しさは彼のパフォーマンスの中にも現れています。ライブやテレビ番組で見せる彼の笑顔や視線、そして言葉遣いは、観客や視聴者に対する思いやりに満ちており、それが自然と伝わってきます。ファンが感じるこの優しさは、ただの外面的なものではなく、彼の内面から湧き出るものです。それは彼自身が常に周囲に対して感謝の気持ちを持ち、その気持ちを行動や言葉で表現しているからこそ。 ファンにとっても心を生まるものとして受け取られるのでしょう。岸君の多彩な才能や人柄は、彼を押し続けるファンにとって誇りであり、励みでもあります。例えば、ダンスの動画を何度もリピートして見続けるファンがいるのも、彼のパフォーマンスが一度見ただけでは全てを楽しみきれないほど多層的であるからです。彼のダンスには、リズム感、表現力、そして独自の解釈が詰まっており、 毎回新しい発見があると言っても過言ではありません。彼がダンスの振り付けを自ら工夫し、時には他のアーティストとのコラボレーションでもその個性を発揮している姿は、まさにプロフェッショナルとしての自覚と挑戦を続ける彼の姿勢を示しています。一方で、岸君はその才能だけでなく、謙虚な人柄でも知られています。彼は常に周囲への感謝を忘れず、チームやグループの一員としての役割を大切にしています。 例えば、テレビ番組、24時間テレビでのパーソナリティとしての活動や、ダッシュ村への出演に対する希望を口にした際も、岸くんは自分が一人で輝くのではなく、周囲のサポートや連携を重んじる姿勢を見せました。これにより、彼がどれほど人間味あふれる人物であり、チームワークを大切にするプロフェッショナルであるかが浮き彫りになっています。岸優太さんは、多くの人に愛され続ける理由を持つキュなアーティストです。 彼の英語力、ダンス、音楽に対する情熱、そしてファンへの優しさやユーモアに満ちた日常の姿は、彼をただのアイドルではなく、一人の魅力的な人物として輝かせています。これからも彼は、さらなる挑戦を続け、新しいステージでその才能を発揮し続けることでしょう。ファンにとって岸く君の存在は、日々の喜びや励みとなり、これからも変わらぬ愛を持って応援し続ける理由となるに違いありません。 岸優太さんの成長と変化を追いかけるファンにとって、彼が新たな挑戦に挑む姿は常に心を動かすものです。特に、彼がこれまで見せてきたパフォーマンスの多彩さや柔軟性は、単に一流のエンターテイナーとしての実力を証明するだけでなく、彼が常に進化し続けるアーティストであることを示しています。これは、彼自身が現状に満足することなく、常に自分の限界を押し広げ、 ファンに新たな驚きとと感動を届けようとすす。る姿勢の現れです彼がライブで新しい技術や演奏方法に挑戦し、観客を驚かせるたびに、その努力と探求心がいかに強いかがうかがえます。特に彼の音楽に対する姿勢は、非常に印象的です。彼は単に与えられた楽曲を歌ったり踊ったりするだけではなく、自ら音楽の構成を深く理解し、時にはそれを即興で再構築する能力を持っています。 宮城でのライブでサンプリングマシンを使いこなしその場でリズムやベースラインを作り出しギター演奏を織り交ぜながら披露した姿は多くのファンを驚愕させましたこれほどまでに多彩であり音楽への深い愛情を持ちながら自らの限界に挑戦し続ける姿勢こそが岸君のアーティストとしての確信を成しています彼のパフォーマンスが技術的に優れているだけではなく感情的なつながりを持っている点も 彼が特別な存在でである理由の一つです。彼がファンと共有する瞬間、例えばライブや SNS を通じての交流において、岸くんの優しさや思いやりが自然に伝わってきます。それは単に、ファンのためという建前ではなく、彼自身が心からファンを大切に思い、その気持ちをできる限り直接的に伝えたいという願いから来ています。ファンはその誠実さを感じ取り、岸くんを応援することに一層の価値を見いだすのです。 また、岸君のファンとのつながりは、ただの表面的なものではなく、深い信頼関係に基づいています。彼が時折見せるプライベートな一面や、オフの時間に送るメッセージには、ファンに対する感謝とともに、彼自身の人間らしさが色濃く反映されています。仕事でのストレスや疲れを感じたときでも、彼はファンとのコミュニケーションを大切にし、その関係を大ごとに育て,ていく姿勢を見せます。これは、 単にアイドルとしての役割を超えた、一人の人間としての岸優太の魅力であり、多くのファンが彼に強く共感する理由でもあります。さらに、岸君は単に自分の成功や成長にとどまらず、周囲の人々やグループにも常に目を向けています。以前の事務所では、彼のいじられキャラとしての側面が強調されがちでしたが、戸ベではその真の才能が正当に評価され、 彼自身もより自由に自分を表現できる環境が整っていますその結果岸君はグループの中で重要な役割を果たし他のメンバーとの掛け合いや協力の中でその才能を発揮していますこれにより彼のユーモアや明るい性格が一層引き立ちファンにとっても楽しさや喜びが倍増しています